はいどうも皆さんこんにちは、ライデスノフちゃん始まります。今回アップしましたこの動画なんですけども、サムネイルでね、皆さんおおなんだこれみたいな、そんな感じになったと思うんですよ。大切なお知らせと発表がございますので、ぜひ最後まで見てください。全部さらけ出そうと思ってます。僕の展開してますこのモフモフチャンネルは、友達にはもちろん身内にも言ってないんですね。自分の動画が教えなくてもコンテンツだけで知っていただけるようなね、そんなチャンネルに成長させたいという思いがあったからなんですね。それ以外にもいろいろあるんですけど、とりあえずね、誰にも言ってません。ここのチャンネルにたどり着いた方は、ウイスキーが純粋に好きで、もうお酒が大好き、そんな方々なんですよね。好きな人しかたどり着けないコアなチャンネルってことは皆さんご存知の通り。そんな中、とうとう家族に知られてしまいました。その日が来たか。隠してても仕方ないんでね、今から呼ぼうと思います。いっちゃんよ。連れてきちゃった。連れてきた。ゴジータも、そうだね、せっかくだから一緒に映りましょう。うちのね、マスコットです。ゴジータと妻のいっちゃんです。こんにちは、はじめまして。初めての出演でね、こういう感じで慣れてないから、めちゃくちゃ硬いんですけど、ついに僕のチャンネルに登場してきましたけども、今まで誰にも知られてないと思ってたの。完璧に一人の世界で楽しんでた動画だったから、人をね出してっていうのは、特にね、身内なんて初めての回だからさ、すっげえ俺も今どうしていいか分かんないの。カメラの前でしどろもどろしててさ、ぶっちゃけいつから知ってた？バレたってよりかは知ってたんだよね。まあ薄々ね、感じ取ってはいたけど、まあ言わないで見守ろうかなって思って口出ししてもね、ね、やりたいもんね。そんな感じでね、口出しをしなかったけど、実はバレていて、めっちゃ恥ずかしいじゃん俺。そんな知ってるって言ってくれた方がもうすっげえ楽だった。言ってほしかった。言ってほしかった。でもさ、おかしいと思ったもんね、こういうさ、機材がどんどん揃ってって。これね、俺もバレてないって思ってる自分がおかしいと思った。今よくよく考えると、そうでしょ。この部屋ね、片付けるって何度も言ってたんだよね。そう、この部屋片付けてて、で酒はどんどん増えてくるし、郵送物でさ、届いたものに、あれ、モフモフチャンネルでってなんか書いてあるけど、やばくねこれっていうのもあったよね。気づかなかった。あ、それは俺が最初に回収したのか。いや、来てても、いつもお酒買ってるから、何か届いたんだなって思って、あ、そういうことね。そう、ラベルなんて見てなかった。いつもアマゾンで欲しいってね、高いものが届いたりしてた時期もあったからね。いつも何か届きます。まあ、そういうことで、このチャンネルが実はもうバレていました。見バレしてたんです。家族に。こんな近い家族にバレてるっていうのがね、すっげえ、ほんとに恥ずかしいわ。コンテンツの力で気づいてほしかったけど、ここまでやっぱりね、生活とかしてたら、もうバレて当たり前の世界だと俺は思った。よくここまでむしろ黙ってたっていう感じ。とりあえず今ね、こうやって前に出て3万8000人ぐらいの方が見てるわけなの、本当にありがたい。そんな中でも多分見てくれてる人は1000人ぐらい。そう。まだまだね、ぎこちない感じではあると思うの。こんなカメラ目の前で喋ってるっていうさ、喋るってことないよね。信じらんない。だって撮ってる時は見たことないもん。俺自身初めてカメラを回して撮影した時、何やってんだ俺一人、プレイしてんの俺みたいな。そういう孤独感はあったのよ。状況を知っちゃったわけで、お互いね、はい、お酒以外にもいろいろね、なんかやりたいこととかっていうのがあったわけなんですよ。何もないじゃん、隠すこととかもないしさ、やりたいことをとにかくやろうということで、新しいチャンネルを立ち上げます。ご視聴者のか、もう言えねえな、噛んじゃうな。ご視聴者の、ご視聴者全部長もう一回ね、せーの、ご視聴者様の、ご視聴者様の方々がゴジータ単体の動画を上げてくれだとか、その他のこととかやってほしいっていうお願いとかもありがたいことに頂戴してたんだよ。なのでこのウイスキー1本で俺はやっていってもいいなと思ったんだけども、やりたいことはやっぱやってった方がいいじゃない。実際見たいよって言ってくれる方々もいらっしゃるし、ありがたいことにね。だからやりましょう、やりましょう、ね、ゴジータと家族含めたゴジータファミリーみたいな感じのチャンネルを立ち上げていきたいと思います。はい、過去の動画とかも撮ったやつとかいろいろあったわけですよ。何気ない生活の一部を面白おかしくカメラで撮ってもらってたところとかあるんで、それはチャンネルをやろうとか何も言ってない時期だよね、まだね。そこら辺とかも掘り下げてアップしていけたらなと思います。早速今夜1本動画上げて、明日もね、その過去に撮られてた動画っていうのは、眠ってる動画を1本起こそうかなって思ってるんですよ。どうでしょう。いいですね。このチャンネルでは見られない私生活な部分とかが見れると思いますので、また違ったテイスト、色とかをね、普段の日常、こことはまたちょっと違うね。なのでぜひ見ていただけると嬉しいです。お願いします。今度はこけないから大丈夫。今度はこけないって。
そういうことで、このモフちゃんもやめるわけではありません、はい、これはあくまでも俺のチャンネル、俺の土俵、ちゃんとあとこれからね、腰を良くしたら上げていこうと思ってます。皆さんにね、約束もしてるんで。そうなんですよ、うん、約束事があるんだよね。他のチャンネルやるからこっちをロソカにするとか、そういうことはなしでね、うん、2人でこうやって協力して、これからもっともっと頻度上げてやっていけるわけだから、はい、僕はプラスと考えて前向きにやっていきましょう。楽しみだ、はい、楽しみだね、うん、っていうことで、これからもこのモフちゃんとゴジータファミリーかな、新チャンネルをよろしくお願いします。URL は概要欄と、あとこの右上とかに出るようにしとこうかな。出せんのかな。まあいいや、そこら辺は編集してみて、この動画に入れ込めたら入れていきましょう。ということで、今回は大事なお知らせと発表になりました。ありがとうございました。お、いいね、お前も。ゴジータ偉い。